第9話 Listen to me。 あ、アイカ、待った？あら、カスガ君、何してたのよ。あんまり遅いから私、他にデートの相手見つけちゃった。そんな。あ、じゃあそういうことだからよろしくね。よろしくでって まさかあゆか、こんな子供が趣味だなんて言うんじゃ。あれ、こいつどっかで見たこと。相変わらず冴えないな、お兄ちゃん。なんだ、声が頭の中に。テレパシー、はあ、お前もしかしてカズヤか。春日君も若いのに苦労してるんだ。はい、君にそっくりだよこの子。ほら、パパが来ましたよ。パパ、うん、パパじゃない、 いとこですよ。ただのいとこ。何ムキになってんの。こんな可愛いいとこのこと忘れちゃうなんてひどいお兄ちゃんよね。一人で会いに来たんだって、偉いね。なんでよりによってこんな日に。せっかく今日はヒカルちゃんとあゆかわと。今日は3人で映画を見に行くんだ。よく知ってるわね。だあ、待て、カズヤ、お前は喋るな。人前で超能力を使っちゃダメだっておばさんに言われてないのか。うちは放任主義だもん。なに。先輩ごめんなさい、待ちました。服選んでたら遅くなっちゃって。いや、俺も今来たとこ。はあ、ヒカルちゃん、また可愛い格好しちゃって。セーターはオレンジ色、スカートは卵色、ジャケットがクリーム色とくれば。パンツはきっとピンク色か。え？カズヤ！お前それ以上余計なこと言ってみろ。ただじゃおかないからな。だってお兄ちゃんがそう思ったんじゃね。いいかカズヤ、大人の世界にはな、思っても言っちゃいけないことってのがあるんだよ。ダメですよ先輩、そんな小さな子いじめちゃ。え、やめなさいったら。カスガ君もこっちいらっしゃい。痛かった？お姉ちゃん。あー、カズヤ、お前いくら子供だからってアユカの胸に抱きついてそんな。うらやましいな。それにしてもアユカの胸って中学生なのに。中学生なのにグラマーだよな。ハッタのやつに聞いたら、多分82の B カップだろって言ったけど、うん、俺が思うにはもっと。そう、もっとね。え？カズヤ！映画始まっちゃうぜ。行こうよ二人とも。今日はヒカルちゃんとアユカワと3人でロマンチックな恋愛映画とか見て、一緒に食事とかして、公園でボートとか乗って、帰りにゲーセンとか行って、そんでそんでカラオケボックスとか行っちゃって、肩寄せ合って。わあ、先輩って結構歌上手なんですね。いや、それほどでもないさ。じゃあカズガ君、今度は私とデュエットしましょうか。いいよ、何がいい。じゃあ3年目の浮気なんかどうかな。なんかなんか言ったりして。それなのに、なんでお前がついてくんだよ。でしょ、分かっててついてくんなよ。カズヤ君、映画面白かった？うん、また見に行こうね。今度は何がいい？また怪獣映画、それともアニメ？ロマンチックな恋愛映画。お前本当に分かって言ってんのか。ねえねえお兄ちゃん、喉が渇いたよ。あたし買ってきます。皆さんコーヒーでいいですよね。ヒカルも随分変わったわね、春日君と付き合うようになってから。え？そうなの？うん、私昔から知ってるから。最近可愛くなったな。うまくいってる？うん、いい子でしょ。泣かせちゃダメよ。うん、あの子泣かせたら私も泣いちゃうから。泣く前に半殺しにするだったりして。もちろん。今のあゆかわの本音なのか。俺とひかるちゃんが付き合っていて何とも思わないのかな。はあ、俺にもテレパシー使えたらあゆかわの心の中もわかるのに。僕にはわかってるけどね。え？教えてほしい。カズヤ、お前
車が参ります。白線より下がってお待ちください。まどかさん、最近変わりましたよね。え、そうなの？あ、先輩は転校してきたからわかんないですよね。なんていうのかな、なんだか前以上に綺麗になったって感じかな。素敵ですよね。それって、いや、そんなはずないか。人が乗ろうとしてるのに閉まるなんて。まだベルだって鳴ってないし。先輩、あっちのドアは開いてます。向こうから乗りましょう。どうなってんだよ。おい、開けろよ。俺たちまだ乗ってないんだぞ。おい、待てよ。どうしよう、ひかるちゃんたち。子供じゃないんだからなんとかなるわよ。次の駅で待っててくれるかな。結構気が利かないからな。案外非常停止ボタンを押して途中で降りてたりして。あの子なら本当にやりかねないよね。本当無鉄砲なところあるからな、ひかるちゃんも。自分の気持ちに素直なのよね。羨ましいな、そういうの。羨ましいって、あゆかは違うの？え、あゆかは自分の気持ちに素直じゃないの？私は。次は中川町、中川町でございます。どうしよっか、これからどっか行く？このまま二人で。そう、このまま。でもさ。何迷ってるのさ。え、まどかお姉ちゃんと行くんでしょ。はあ、どこだ和也、この駅にいるのか。和也くん、先輩たちいた？ううん、これには乗ってないみたい。ひかるお姉ちゃんなら大丈夫だからさ。ひかるちゃん、いるの？もう帰ろうよ、きっとここに降りてないで行っちゃったんだよ。そうかな。でも和也くんのこと心配してるだろうし。どうしたの？俺はこっちにいんだよ。せっかく二人きりになれるチャンスなんだよ。先輩優しいからきっと私たちのこと探してるよ。そうかな、気が利かないよあいつ。春日くん、そのまま知らんぷりして行きなよ。俺は。先輩。え、光る？よく気がついたわね。このままはぐれちゃうかと思った。ほらね、この駅で待ってて正解だったでしょ、和也くん。いやー、よかったよな、また合流できて。うん、よかったよかった。じゃあ、俺和也いるからここで。お姉ちゃんたち、今日はどうもありがとう。うん、どういたしまして。また遊ぼうね。京介兄ちゃんって頼りないけど、見捨てないでこれからも仲良くしてあげてね。お、さすが先輩のいとこ、言うことは言うね。でも、お姉ちゃんたち。なに、和也くん。お姉ちゃんたち、このままでいいの？え、なに、このままって。なんでもないよ。行くぞ、和也。あー、待ってよ、お兄ちゃん。まったく力をいたずらに使いやがって。帰ったらお仕置きしてやるからな。いたずら
からじゃないもん。いたずらでなきゃ何なんだよ。お姉ちゃんたちの心をはっきりさせようと、せっかく二人きりになれるチャンス作ったんだよ。まあ、これでお兄ちゃんの本心ははっきりしたけど。え？このスケベ！もう、まったく男だろ、この優柔不断人間。このままでいいのか。何言ってんですか、まどかさん。このままでいいわけないじゃないですか。ひかる、あなただってまだ6時半ですよ。どっか遊びに行きましょうよ。あ、そうだ、新しい通信カラオケ見つけたんです。行きません？ひかる、はい。じゃあ今日はあんた持ちだよ。言い出しっぺなんだからね。はい、任せてください。本当にこのままでいいの？うるさい。まどかさん、なんか言いました？